日本大学アメフト部の悪質タックル問題で、反則をした選手が今日からチーム練習に復帰することになりました。反則タックルをした日大アメフト部の宮川大輔選手の代理人は昨日夜、宮川選手が今日からアメフト部の練習に復帰すると発表しました。宮川選手は5月の記者会見では、内田正人前監督らの指示でタックルをしたと説明した上で、競技から退く意向を示していました。宮川選手は代理人を通じて、部への復帰は会見での発言を翻すことになることもあって悩みましたが、迷惑をかけたチームメートに対する償いとして、部に復帰してチームメートと共にチームを再建していきたいとの考えに至りましたなどとの談話を公表しました。日大アメフト部は内田前監督らが辞任し、新たな監督に立命館大学の元コーチ橋爪功氏が就任し、新体制が始動しています。